妖艶な雰囲気を漂わせる人物のモチーフと、金箔が見る人の目を釘付けにするグスタフ・クリムトの作品。昨年、東京都美術館では没後100年を記念した過去最大級のクリムト展が開催されました。現在も高い人気を誇る美術家の一人で、彼の作品はきらびやかで同時に迫力もあり、一度見たらなかなか忘れられないような作品が多くなっています。クリムトは一体どうしてこのような表現をするようになったのでしょうか。今回はそんなオーストリアを代表する芸術家クリムトの生涯に迫ります。あなたの美術鑑賞をもっと楽しく有意義にするアプリピントルは Apple Store から無料でインストールできます。グスタフ・クリムトは1862年オーストリアのウィーン郊外で誕生します。近在屈指の父とミュージカルパフォーマンスの才能がある母との間に生まれました。そんな芸術一家で育ったクリムトは14歳の時、ウィーン工芸美術学校に入学します。美術学校では、石膏像のデッサン、古典作品の模写など、伝統的な美術教育を受けます。彼が入学した翌年には、弟の一人のエルンストが、父と同じ彫刻家になるため、この学校に入学します。その2年後に、弟と友人と共に、美術やデザインの仕事を始め、卒業後には3人で会社を設立しました。その会社では建築物の内装壁画や天井画、装飾などたくさんの仕事をこなしていました。クリムトは少しずつ装飾芸術家としてのキャリアを積んでいき、26歳の時にはウィーンのブルク劇場の装飾を手掛け、オーストリア皇帝から勲章を授与されるという名誉まで手にしました。またこの頃、大学の名誉会員にもなります。ウィーン美術界での名声を得たクリムトの未来は希望に満ちたものに見えました。ところが1892年、身内に不幸が続きました。7月に父が亡くなり、さらに12月には弟のエルンストも亡くなってしまいました。これまで一緒に仕事をしてきた弟の死は会社の解散につながり、クリムトは経済的にも精神的にも大変苦しい思いをすることになります。これからどうするか。これまでのように美術学校で教わった伝統的な方法を使ってクライアントの意向に合わせた絵を描くだけでいいのか。僕はもしかしたら父のように若くして死ぬかもしれない。それなら一度きりの人生、自分の本当にやりたいことをしないままでいいのだろうか。クリムトは自問自答を繰り返します。自分の本当にやりたいことってなんだ。オリジナルの作品、自分のスタイルとは一体何なのだろう。これまで依頼の通りに質の高い作品を作るというスタイルで実績を積んできたクリムトですが、この時ようやく自分の表現というものに目覚めたのです。そして35歳の時、仲間たちと共にウィーン分離派を結成します。ウィーン分離派とは、大変保守的であったウィーンの美術界に反抗する形でクリムトたちが作った組織です。時代には芸術を、芸術には自由をというのをモットーに、新しい芸術表現を絵画、彫刻、建築、工芸など様々な分野で追求しました。ウィーン分離派のメンバーは型破りな若手アーティストを発掘し、その展覧会を開催するためにオリジナル美術雑誌を発行して注目を集めていきます。海外の作品を取り上げながら分離派の作品を紹介するというような雑誌で、ベールサクルムという名前で発行していました。ウィーン分離派は海外の芸術から多くを学び取り入れ、また自分たちの作品も他国に届けようとしました。そして売るための展覧会ではなく、あくまで斬新で自分たちが作りたいものを作り展示するということを目標として掲げ、試行錯誤しながら活動を続けて、後にクリムトが脱退するまでに計22回もの展覧会を開催しました。それではクリムトの作品をいくつか見ていきましょう。1898年の作品、
ヘレーネ・クリムトの肖像は外国の作品から学んだ要素を落とし込んで作られました。描かれているのは亡き弟の娘ヘレーナ。彼女が6歳の時の姿でフランスの印象派に影響を受けて描いています。この時期のクリムトはウィーンで支持されていた華美で近寄りがたいような厳格な表現ではなく、印象派の柔らかく透明感のある表現を好んで取り入れました。自分なりの表現とは何か、その一つの答えとしてたどり着いたのが1901年に制作されたユディトでした。黄金の額縁にはこの作品の名前ユディトと、ユディトが左に抱えている男性の名前ホロフェルネスと書いてあります。木がデフォルメされた形で背景に描かれており、その前に透けた衣を着て金の首飾りをした女性が高骨とした表情を浮かべています。そしてその女性は左に男性の頭を抱えています。一度見たら忘れられないこの作品は、旧約聖書外伝のユディト記に登場するユダヤ人の女性が描かれています。ここでユディトの物語を簡単にご紹介しましょう。昔アッシリアという王国がありました。その国の王は戦いで自分の国に服従しない地域には軍隊を差し向けるような冷酷な王でした。ベトリアという小さな町もアッシリアの標的となってしまいます。ある時ベトリアにアッシリアの司令官であるホロフェルネスという人物が派遣されます。ホロフェルネスは軍を率いて町を囲い込み征服しようとしました。ベトリアの町はもうアッシリアに降伏するしかないという危機的状況の最中、一人の女性が声を上げました。ちょっと待ってください、私に考えがあります。声を上げたのはとても美しいユディトという女性でした。ユディトは綺麗に着飾った自分が司令官ホロフェルネスの元に赴き、彼を誘惑し隙をついて息の根を止めると言いました。美しく着飾ったユディトはホロフェルネスに近づき、軍の道案内をすると申し出ます。ホロフェルネスはこんな美人な案内人がいたらこの先の旅が素晴らしいものになるだろうと喜んでユディトを迎え入れました。彼女は4日間にわたりホロフェルネスが隙を見せる機会を伺っていました。そしてとうとう4日目、彼はユディトと2人の酒の席で酒に酔い、ユディトはその隙をついてホロフェルネスの短剣を奪い、彼の首を切り落としました。こうして司令官を失ったアッシリアの軍は弱体化し、ベトリアは征服の危機を脱することができました。この作品はその切り落としたホロフェルネスの首を持つユディトが描かれています。クリムトがこの絵を制作しようとしていた時代にはユディトを描いた作品はすでに多く存在していました。ですが他のユディトの作品と比べてみると、クリムトの描いた絵の構成が特殊であることがわかります。ホロフェルネスの首はほとんど描かれず、ユディトの顔や髪の毛、肩や腕といった体が絵の大部分を占めています。これはクリムトが聖書の物語ではなくユディトという女性の表現に特に注意を払ったためです。4日間もの時間をかけて虎視眈々とチャンスを伺い、ホロフェルネスの首を取り、高骨ともいえる喜びの表情を浮かべるユディトを見事に描き出しています。黒髪と背景の金とのコントラストも相まって、この作品に描かれたユディトからは一国の女王のような迫力や気高さが感じられる気がします。この作品をきっかけにクリムトの黄金時代の幕が上がります。1901年、クリムトは40歳の時、縦およそ2メートル、横34メートルもある巨大な壁画ベートーベンフリーズを制作しました。この作品はベートーベンの交響曲第9番という曲をモチーフに制作されています。この作品はコの字型に3面にわたって絵が描かれており、テーマは左の壁から順番に幸福への憧れ、敵対する勢力、歓喜の歌となっています。黄金の甲冑を着た騎士が幸福を求めて敵に立ち向かい、楽園にたどり着くまでのストーリーが絵巻物のように時系列で展開されています。絵の具だけではなく貝殻、ガラス、宝石などを用いているところから、クリムトの装飾美術へのこだわりを見ることができます。
金色の輝きの中で歓喜を表現している場面は、まさに物語のクライマックスといった凄みを感じます。交響曲第9番の最後でも大勢の人が大合唱するパートがあります。クリムトのこのたくさんの人に囲まれながら一組の男女が絡まるように力強く抱擁している様子は、そんなクライマックスにぴったりと言えるでしょう。一人の騎士が苦労の末に愛を勝ち取る、そんなロマンチックで壮大な物語が読み取れます。ちなみにこの金色をふんだんに使った表現は、緒方光琳をはじめとする日本の絵画の影響を強く受けたためだと言われています。1873年に開かれたウィーン万博で日本から出品された作品に衝撃を受け、クリムトは金箔を用いた表現を確立していきました。金箔以外にもクリムトの作品にはある共通したテーマが見られます。それは恋愛や神話性といった官能的世界への興味です。1907年から1908年にかけて制作された油彩作品接吻を見てみましょう。この作品でも抱き合う男女の姿が描かれており、モデルはクリムト自身とその恋人だと考えられています。女性のうっとりとした表情が目を引きます。二人は一見カラフルな花畑にいると思いきや、一歩後ろは崖のようです。危険な場所で抱き合う二人にはどんなストーリーがあったのか、幸せと不安が共存するドラマチックな世界観を醸し出しています。この作品は1908年の展示会で大きな評判となり、展示会の終わりと同時にオーストリア政府に買い上げられました。クリムトの代表作として有名な絵の多くはこの黄金時代に生まれました。この他にも男女の恋愛や女性の裸体を描いた官能的な作品が多く見られます。しかしその後は次第に金箔を使った表現を減っていき、代わりにカラフルな色彩表現が目立つようになります。黄金様式の作品にも、その後のカラフルな表現を多用した作品にも共通して衣服や背景の部分に装飾文様が細かく描かれており、クリムトがどれだけ高度な技術力を持っていたかが伝わってきます。晩年には死と生という作品がローマ国際芸術展で最優秀賞を受賞します。商業的な成功に満足せず、生涯新しい表現に挑戦し続け、その新しい表現さえも広く受け入れられる境地まで達したクリムトでしたが、たくさんの未完の作品を残して55歳で亡くなりました。私は自分には興味がない、自画像も描きたくないし自分の言葉も残したくない、ただ絵描きで私にはこれといって見るべきところがない、そういう言葉を生前に口にしたものの、自分の興味関心には正直だったクリムト。もしかしたらクリムトは自分がどうあがいても理解することのできない魅惑的な女性という存在について最も関心を寄せていたのかもしれません。皆さんこんにちは、糸春です。今回はクリムトの人生についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。私はクリムトの作品が好きすぎて、もう人生とかの前に作品をとりあえずスライドショーで全部皆さんに見てほしいっていう思いでいっぱいです最近私が主催しているアートコミュニティで、ある方が好きな画家との出会いを教えてくださいっていうふうにメンバーに聞いていて、その時に私もふと私の好きな画家って誰なんだろうって考えたんですね。でこれはすごい久しぶりのことでした。っていうのも美術鑑賞を始めた最初の方は、これは好き、これは気に入らないって自分の好き嫌いで作品を見ていたんですけど、ちょっとずつアートに詳しくなってくると自然とこう感性と知識の両方で作品を見るようになっていて、で気づかぬうちに最近の私はちょっと知識偏重になっていたみたいで、自分の感性に正直にこれが好きって無邪気に飛びつくっていうことを忘れていました。で私は初めて、まだ美術に全然詳しくない頃にクリムト展に行ってクリムトの作品を見て、わあすっごい好きだって言った時のことを思い出しました。まあでもこの知識と感性両方で作品鑑賞できるようになったっていうことに対して私は特に残念なことだと思ってなくて、むしろ良かったことだと思っています。
パッと見でなんかこの色が好きじゃないなとか形がとかなんかちょっと怖いなって感じる、パッと見で嫌いな絵でもその画家の人生とか作品を作った意図とかを見ると嫌いではなくなるっていうことが分かったから、知識も用いてみるっていうことはすごく意味があることだって思ったんですね。以前どなたか忘れてしまったんですけど、人は知らないものを嫌うっていう言葉を言っていた芸能人の方がいらっしゃいました。で、そのことも思い出して、確かに前は知識も何もなく作品を見てた時って好き嫌いがすごくはっきりしてたなと思って、この絵は嫌いだから見ないみたいな感じだったんですけど、でもなんか自分のパッと見の印象だけで嫌ってしまうのはなんだかもったいないような気が最近はしています。嫌う対象が作品だったらいいんですけど、それが人間だったり役に立つかもしれない教養だったりしたら、なおのこと知らないことで遠ざけるのってもったいないことだなって思います。このアートに触れ続けた美術系 YouTuber として活動してきた1年2年ぐらいの間で、びっくりするぐらい私は嫌いなものっていうのがなくなってきたんですね。なんか学生の時はよく嫌いなものがあったし、嫌いな人もいたし、愚痴とかもすごいたくさん言ってたんですけど、なんとなく嫌いっていうので物事を自分から遠ざけようってしてた時期がなんか過ぎ去って、今思い返せばそれは自分がその嫌いと思ったものについて知ろうとしなかったこととか、自分の知識のなさが嫌いっていう感情を生んでいたのかもしれないなと思って、なんか子供だったなって思います。でもやっぱり好きっていう感情には正直であっていいと思っていて、好きなものに対してはどんどん好きってこれからも言おうって思っています。だから私は今このクリムトの作品を見て、あ、自分ってクリムトすごい好きだったんだって思い出したし、で、じゃあ他にどんな画家が好きかなって言ったら、ミュシャとかルドンっていう画家が好きです。で、その好きな作品の共通点を探ってみると、なんか自分のこう根本的な考え方とか自分の性格につながるところが見つかったりしてくるんですよね。なんか私がこのクリムトとミュシャとルドンが好きっていうこの共通点を、なんだろう、自分なりに考えてみると、カラフルで優しい色の重なり方をしていて、テーマに死とか終焉っていうものを感じさせる、そんな絵を描く形が好きだなと思って、なんでそういう絵が好きなのか、で、私がカラフルな絵が好きなのは、人の心はカラフルだと思っているからで、恋をした時はその人といる時は心がピンク色で景色もバラ色に見える、でもその人とバイバイした後は心は水色になって、失恋したら群青色みたいになってしまったりするっていう、そんなコロコロ山の天気みたいに変わる人間の感情っていうものが私はすごく好きなんですね。愛おしいと思うし、自分自身もそうやって感情がこう揺れ動いているっていうのを日々感じるし、人間っていう存在が愛おしいと思っているから、多分それに勝手にこう、なんだろう、心の色みたいなのを重ねてカラフルな作品が好きなんだなって思います。で、テーマに死を感じる作品が好きなのは、私が小さい頃から死というものにすごく敏感で、死について不思議に思って考え続けてきたからかもしれません。小学校の時に鳩の死骸を見て、死ぬってどういうことなんだって初めて考えたり、で、高校の時に最寄り駅で人身事故があって、その時にも死ってどういうことなんだろうって考えました。いつ命が終わるかわからないからっていうことで、大学生の時は死ぬ気はさらさらなかったですけど、遺書を書いて財布に入れたりとかもしててそれで、まあ、その死を意識して生きるっていうのは今も変わっていなくて、今も死ぬまではちゃんと生き抜きたいと思って一生懸命生きていますなので、そういう人の心っていうのが現れているって勝手にこう私が解釈しているカラフルな絵とか、あとは死を意識させる絵っていうのが私は好きだな、そこは自分の根本的な考え方ともつながってくるなって思っています。で、最後にちょっと今日はね、ラジオコーナーが長いんですけど、西洋絵画にメメントモリっていうモチーフがよく登場するんですね。聞いたことある方はいらっしゃるでしょうか。メメントモリっていうのはラテン語で、自分がいつか必ず死ぬことを忘れるなとか、死を忘れるなかれっていう意味があります。骸骨の描かれている生物画などはこのようなメッセージが含まれていることが多いんですけど、このメメントモリという言葉の本質は、決して死を見据えて悲観しろと言っているのではなく、この世を諦めろって言ってるのでもなく、今を楽しもうっていう
そういう前向きな考えが根底にあるんですね。一度しかない人生だから、いつか終わる命だから今を精一杯楽しもうっていう、そんな潔い気持ちにさせてくれるから、なんか死を意識して生きるっていうのも私は全く苦じゃないし、なんかむしろそうやっていきたいと思っています。皆さんはどんな画家や絵が好きですか？ぜひ聞かせてほしいです。ツイッターをしていらっしゃる方はハッシュタグで好きな絵との馴れ初め、あるいはハッシュタグ好きな画家との馴れ初めとつけていただいたら、ツイートを拝見させていただきます。私糸春のツイッターのフォローもしてくれるととても嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。美術アート専用 SNS ピントル、気になったアート作品を検索コレクションしたり、思ったことをレビューに書いたり、 AR 機能でその場に作品があるように映し出したり、あなたの美術鑑賞をもっと楽しく有意義にするアプリピントルは Apple Store から無料でインストールできます。